い、みなさんこんにちは、ひるです。もえみんです。つむたんです。はい、今日はバースデーの福袋を開封しまーす。と言っても、もう行った時にはほとんど売り切れてて、これしかゲットできませんでした。なので今日はこの福袋を開封していきます。これがスヌーピーの福袋なんですけれども、もうすでに中身がこうやって分かっててですね、パーカー、T シャツ、トレーナー、ロングパンツ ×2 バッグの6点セットになってます。80センチのやつを買いました。はい、このトートバッグも6点セットのうちの1つみたいで、すごい可愛いです。ではこちら開けていきます。こちらは3000円のセットでした。オープン。じゃあまずこちらズボンですね。よいしょ。じゃじゃじゃーん。あ、かわいい。グレーのズボンですね。下が絞られてるから空気入らなくて良さそう。かわいい。ここにスヌーピーがおる。いいね、ジムタン。チョキーン。はい、これが1つ目でした。はい、2つ目、これもズボンですね。ロングパンツ2つ目。あ、いいじゃん。ジーンズっぽいやつ。ジーンズっぽいんだけど全然ジーンズじゃなくて柔らかい素材のやつですね。かわいい。めっちゃかわいいじゃん。ほらほらほら、ジムタンかわいいよ。これもやったね。はい、これが2つ目。はい、3つ目、こちらトレーナーですね。トレーナー、かわいい。いいんじゃない。いいね。いいね。水色のトレーナーですね。そこまで厚手じゃないので春も着れそうな感じのトレーナーです。めっちゃかわいい。いい感じじゃん、ね、つむた似合いそう。ちょいレトロな感じの色合いのスヌーピーがめっちゃかわいい。よいしょ。はい、チムタン、これもあげるよ。はい、じゃあ次。はい、こちら長袖、長袖 T シャツ。あー、かわいい。チムタンがすごい似合いそうなベージュです。ベージュの長袖 T シャツ、かわいい。スヌーピーってまだ持ってなかったしね。いいじゃん、かわいい。そして最後ですね。最後こちらパーカー、グレーのパーカーです。え、かわいい。スヌーピーワッペンになってます。ちょっとふわふわしてる。かわいい。パーカーもね、持ってなかったもんね。いい感じ。はい、こんな感じでちょっと薄手なパーカーです。だ、これからね、春にかけてすごい良さそうな感じですね。で、あとはこのトートバッグです。ちょっとお出かけとか行くのにも良さそうね。じゃあこんな感じの6点セットでした。じゃあちょっとつむたん着替えてみる。ね、いいね、せっかくだから。では着替えてみます。はい、ではつむたん着替えました。すごいね、はい、さっきのベージュのT シャツと、あとデニム風のズボンとパーカーを着せてみました。80なんだけどすごいでかくて、袖も今1回パーカー折ってて、あと足もですね、すごい大きい。足が隠れちゃうので、だいぶ100センチみたいなくらいの大きさをしてるので、もしかしたら来年も着れちゃうかもしれない。来年の秋とかも全然ぴったりで着れちゃうかもしれないなって思ってます。かわいい。いいね、ジョムティ。ねえ、いい感じ。春服が増えました。イエーイ。私たちが行ったの何時だったっけ。お昼、うん、13時とか12時。13時ぐらいに行ったんですけども、もうその時にはもうこれと、あとはもうちょっと大きい子向けの100センチとか120センチとかのね、やつしか残ってなかったので、もう手に入れるってなったら開店の10時から行かないとダメなのかなって思いました。なので来年はね、もうちょっと早く行こうかなって思ってます。はい、では今日はちょっとこれだけだったんですけど、バースデーの福袋を開封する動画でした。
ではまた皆さん見てください。バイバーイ。